こんにちは、皆さん。今回はノストラダムスの生涯について解説していきたいと思います。ノストラダムスといえば、四行四形式の予言集で有名な占星術師ですが、彼の人生はどのようなものだったのでしょうか。それでは、まずは彼の出自と少年時代について見ていきましょう。1. ノストラダムスの出自と少年時代。ノストラダムスは1503年12月14日にフランスのプロヴァンス地方のサン・レミという町で生まれました。本名はミシェル・ド・ノートルダムと言います。彼の父方の先祖はかつてはユダヤ教徒だったのですが、15世紀にカトリックに改宗したと言われています。彼の父や祖父は穀物商人をしており、裕福な家庭に育ちました。また、彼の一族には医師や学者も多く、特に彼の曽祖父は著名な占星術師だったそうです。ノストラダムスは幼い頃から曽祖父から医学や占星術、数学や哲学などの教育を受けました。彼は非常に聡明で好奇心旺盛な子供だったと伝えられています。彼は10歳の時にラテン語やギリシャ語を習得し、古典文学や歴史書にも親しんでいました。また、曽祖父から受け継いだ占星術の書物や天文図表なども熱心に読み込んでいました。彼は15歳の時にアビノン大学に入学し、自由七科と呼ばれる文法や習字学、論理学などを学びました。しかし、彼が在学中にペストが流行し、大学が閉鎖されました。そのため、彼は大学を中退し、遊学生活に入りました。2. ノストラダムスの遊学期と初婚。ノストラダムスは、ペストの流行でアビノン大学を中退した後、薬草採取や知識収集のためにフランス各地を旅しました。彼は自然や歴史に関する多くの書物を読み、ような人と交流しました。彼はまた、伝統的な医学に不満を持ち、新しい治療法や予防法を探求しました。ノストラダムスは、1529年に、モンペリエ大学医学部に入学しました。彼は、そこで博士号を取得したという記録がありますが、確かではありません。彼は、自由思想家であり、古典的な医学に反対する意見を述べたため、教授たちと衝突したことがありました。彼はまた、占星術や予言に興味を持ち、それらに関する書物を読んだり、書いたりしました。ノストラダムスは、1531年に、アジアンで開業医として活動し始めました。彼は、ペストの治療に成功し、多くの人の命を救いました。彼はまた、有名な医師である、ジュリアン・スカリジェから多くを学びました。スカリジェは、ノストラダムスの才能を認め、彼に占星術や予言の秘密を教えました。ノストラダムスは、1534年に、アンリエット・ダンコスという女性と結婚しました。彼女は、貴族の娘であり、美しく賢い女性でした。二人は幸せな家庭を築き、二人の子供を設けました。しかし、残念なことに、1537年に、ペストが再び流行し、アンリエットと子供たちは、命を落としました。ノストラダムスは、この悲劇に深く傷つき、しばらくの間、医師としての活動をやめました。3. ノストラダムスの再遍歴と再婚。ノストラダムスは、1538年に、異端審問官から召喚されたことをきっかけに、プロヴァンス地方を離れました。彼は、フランス各地を旅しながら、占星術や予言に関する執筆活動を始めました。彼は、自分の見た幻や夢を四行詩の形で記録し、それらを予言集として出版することを計画しました。1547年には、アンヌ・ポンサルドという女性と再婚しました。彼女は、裕福な未亡人で、ノストラダムスの占星術に興味を持っていました。彼らはサロン・ド・プロヴァンスに定住し、6人の子供たちを設けました。ノストラダムスは子供たちに医学や占星術などの教育を施しました。彼はまた自宅で多くの客人をもてなし、彼らと知的な会話を楽しみました。4. ノストラダムスの予言集と王室との関係。ノストラダムスは1555年に四行四形式の予言集、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集を出版しました。この本は、彼が占星術や原始などの方法で見た未来を象徴的な言葉で記したものです。予言集は10の巻に分かれており、それぞれ100の詩が収められています。予言集は当時の出版界で大きな反響を呼び、多くの読者や支持者を得ました。予言集の中には、フランス王室や有力者たちに関するものもありました。そのため、ノストラダムスは王妃カトリーヌ・ド・メディシスや国王シャルル9世から信頼されるようになりました。
彼らはノストラダムスに占星術や予言に関する助言を求めることがありました。例えば1564年にはカトリーヌ・ド・メディシスがノストラダムスをサロン・ド・プロヴァンスに招き、自分と子供たちの運命を占ってもらいました。また1566年にはシャルル9世がノストラダムスに貴族の称号を与えました。しかしノストラダムスは自身の死期も予言していました。彼は1566年7月2日に病気で死ぬことを知っていました。その日の夜、彼は弟子のジャウン・エメド・シャブニーに、明日あなたは私を生きて見つけることができないでしょうと告げました。そして翌朝、彼は息を引き取りました。後ノストラダムスの死と、その後ノストラダムスの生涯について解説してきましたが、最後に彼の死とその後についてお話ししましょう。ノストラダムスは1566年7月2日に病気でこの世を去りました。彼は自分の死期を予言していたと言われています。彼は自分の部屋の壁に、ここで私は眠ると書いたとも、死の前日に明日私は生きていないだろうと言ったとも伝えられています。彼の遺体はサロン・ド・プロヴァンスのサン・ローラン教会に埋葬されましたが、その墓はフランス革命時にボートによって暴かれ、遺骨は散乱したと言われています。ノストラダムスの死後、彼の遺族や弟子たちは彼の予言集の続編や伝記を出版しました。彼の予言集は多くの人に読まれ、ような時代や地域で解釈されました。彼の予言は歴史的な出来事や人物と関連付けられ、的中例や伝説が広まりました。例えばナポレオンやヒトラー、アメリカ同時多発テロなどが彼の予言に当てはまるとされました。しかし彼の予言は曖昧で曖昧な表現が多く、後付けで解釈することができるという批判もあります。また彼の予言集には偽作や改ざんも多く含まれているという指摘もあります。ノストラダムスは占星術師や予言者として有名ですが、医師や学者としても優れていました。彼はペストの治療法や予防法を研究し、多くの人を救いました。彼は医学や占星術だけでなく、数学や哲学、神学などような分野に精通していました。彼は自分の知識や経験をもとに予言を書きましたが、それは未来を変えるためではなく、人に警告するためだったと言われています。ノストラダムスの生涯について解説しました。彼は今でも多くの人に興味を持たれる不思議な人物です。彼の予言は本当に的中するのでしょうか、それとも偶然や後付けなのでしょうか。それは皆さん自身で判断してください。以上でこの動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。